な感じで大丈夫ですか？全然、はい、全くラフな感じでお願いします。はい、はい、でお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとじゃあ自己紹介お願いします。はい、八百屋のディレクターと、ファッションスタイリストをやってます本庄です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。主に、まあ、ファッションスタイリストっていうことですけど、はい、宮崎の方でスタイリストをやられてるんですか？そうですね、今は宮崎を拠点に置いて、うん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 、八百屋っていうお店とスタイリストをやっております。スタイリストっていうのは、アーティストさんに洋服を提供したりとかする？そうですね、だったりモデルさんを起用して撮影したり、うんうんうん、主にどんな方やられてるんですか？若手のモデルやりたいっていう子たちを中心に自分が見つけてコーディネートしてあげて写真を撮って、宮崎の、はい、宮崎の、宮崎で活動してるモデルさん、これから世界に羽ばたきたいだったり日本で活躍していきたいっていうモデルさんを見つけて、そうですね、その人たちにコーディネートしてあげて写真を撮ってあげてっていうことです。なるほど。もともと宮崎で活動されてたんですか？はい、もともとはファッション学校、関西のファッション学校行って、うん、卒業後にフランスに渡ってファッションスタイリストを勉強して、うん、その後にアフリカの方に行ったんです。アフリカですか？はい。へえ、待って、ここちょっと深く聞きたいんですけど、はい、まずその関西のファッションの学校に行かれたっていうのは、もともと洋服が好きだった？そうですね、もうちっちゃい頃から洋服が好きで。いくつぐらいから洋服に興味を持たれたんですか？でも家族の話を聞くところ、やっぱり幼稚園の頃から自分でコーディネートがしたかったりとか、気に食わない洋服は着ないとか。へえ、味はもう本当幼少期から洋服にはそうですね、ずっと興味が、あと小学校からずっとサッカーをやってたんですけど、その時のスパイクだったり、うん、ユニフォームだったりの着こなしっていうのは、うん、気を使ってました。すごいですね。あ、でじゃあもう洋服の学校に行くのは自然な流れだったみたいな感じですか？他の人と比べるとちょっと遠回りはしちゃったんですけど、うーんっていうのはちょっと遊ぶ美法傑た時期もあったりして。そのイメージないですね。そう、結構遊んでたんですか？放送できない系ですか？そうですね。そうなんですね。え、じゃあストレートに行ってないんですか？全然。あ、浪人とかしてたと思うんですか？浪人、そうですね。あ、そうなんですね、はい。絶対イメージないですね。あ、なるほど、なるほど。え、それで関西の、ちなみに学校名は？そこは京都にある学校だった。はい。あ、あ、あ。もうその学校自体も多分、もうなくなったのか。それ、何科に入られたんですか？僕はスタイリストを。スタイリストか。はい、専攻して。へぇー、なるほど、なるほど。あ、じゃあもうそこからファッションのキャリアがスタートしていくんですね。そうですね。へぇー。で、そこから？そこから、スタイリストとして、フランスに旅立ちます。うんうん、早くないですか、そのスパン。え、もう学校で、はい。スタイリストのことを勉強して、もうそのままフランス行っちゃったんですか？そうですね。こっちで下積みとか何もなしってことですか？ファッション学生の時に一度フランスに行ったことがあって、そこでダメ出しじゃないけど、うんうんうん、ここフランスだよって言われて、おで、そんなダサい格好で来たのみたいな。でもその時はもう渾身の格好で行ってるんですよね。専門学校自体は、うん、言えば一番いい成績だった、うん、で、うん、もう完全に天狗になってて、そこでフランスで鼻を折られて、うんうんうん、それが悔しくて、うん、もう一回フランスでやりたいなと思って、うん、じゃあもうフランス語とかを勉強するとかでもなく、もうとにかく行くぞっていう、もう全く話せない状態でフランスに行って。すげえなそれ。それでどうなっていくんですか、その渡った後は。もう挫折の繰り返し、うん。だってまず、どうやって飯食おうみたいな感じですよね。もともとスタイリスト事務所に入ることができて、うんうん。あ、それはもう決まってたんですか？
そうです。成績が良かったから。はい。ああ、なるほど。学校のコネクションで。ああ、はい、なるほど、なるほど、なるほど。でも喋れないんですよね。喋れないです。どうやってやるんですか、それ。めっちゃ怒られるんで。でもその怒られてることも何に怒られてるかさえわかんない、そっか、なんかでもめっちゃ言われてんな、はい、自分みたいな面白いそれ、もう毎日、うん、もう泣きそうになるぐらい怒られる、そうなんすね。でもまあじゃあ徐々に徐々に言葉が分かってきて、はい、みたいな感じですか。そうですね、そのタイミングでちょうどアフリカの話が来て、それっていうのはどういうことなんですか、その流れ的には。やっぱりスタイリストとしては、うん、自分がいたところはもう人数がもう、うん、もうなんていうか足りてたっていうか、うん、あ、そのスタイリスト事務所が、はい、はいはいはい、なんでなんていうか、もうアフリカ、うん、そのアフリカ、自分がいた西アフリカのセネガルっていう国なんですけど、うんうん、そこは言葉もフランス語で、勉強がてら、うんうんうん、行ってきたらっていうお話をいただいて。ああ、そういうことですね、はい。語学の、これも兼ねて。はい、怖くなかったですか？怖かったっす。そうっすよね。でももう、フランスで怒られ倒してたから、もう、アフリカに逃げたいじゃないですか。逃げ場独特すぎるね。そんな感じが強かったかもしれない。じゃあ、まあ、一応その、じゃあセネガルでしょ、はい。セネガルに行こうってなった時も、一応その、お仕事的には、はい、一応まあ、スタイリストの仕事は、あるはあるっていう。まあ、もう全くない状態で。物価が安かったので、はい、まだ働かなくても、当分はやっていけるかな。なるほど、なるほど。はい、そのセネガルキャリアはどう進んでいくんですか？そこからそのフランス語を覚える勉強も兼ねて洋服を自分で、うん、テーラーさんにお願いして作り始めて。なるほどなるほど、はい、あ、それはスタイリストの、使う衣装としてですか？いや、もうそれは自分の着る用の衣装だったり。なるほどなるほどなるほど。もう本当に趣味程度に洋服を作り始めて、うんうんうん、それが評判が良くて、テーラーさんにお願いしてたわけじゃないですか。はい。で、自分で作ろうっていうのは、その人に教わってってことですか？いや、自分で作り始めたのは日本に帰って、またそれから。ああ、なるほどね。はい、はい。それまではまだ何にもできなくて。アジア、セネガルにいたときは、作ってたわけではないですか？はい。あ、もう自分がお願いして作ってもらってるっていう感じが強いですか？作ってもらったものを、作ってもらったものを自分が普段着てて街を歩くといろんな人に褒められたり、なんかそのアフリカに今までないような洋服を自分が作ってきてたんで、それが評判が良くなってて、やっぱそういうのって、はい、そのなんか、なんか生の声で現場にいる人がこう道歩いてる人褒めるみたいなのって日本ってあんまないじゃないですか、はい、セネガルとかもやっぱ結構ダイレクトに来るんですよ。あ、もうかなり、もう呼び止められて、それはどこで買った？で、それが、お評判を呼んでいくみたいなことですか？で、私も作って、とか、うん、俺にも作って、っていう声がちょっとずつ増えてきて。うん、あ、そういうこと？はい。へぇ、それで自分のお店を持つことになって。うんうん、それはセネガルで。はい。すげえそれ全然そんなことするつもりなかったですよ。全くなかったです。自分が欲しくて、はい、こういうの作ってって言ってたのが、はい、周りに回ってって、はい、お店になっちゃった。そうすげえなそれ。面白いですね。そうですね。でなんかそこに有名なスタイリストさんも出入りしてたみたいなのを聞いたんですけど、でそこで、うん、オープンして2日目ぐらいに、うん、たまたまそのビヨンセのスタイリストを。誰ですか？ジャンっていう。あ、じゃなくて今誰って言いました。誰？あ、ビヨンセのスタイリスト。ビヨンセのスタイリストが2日目に来たんですか？そんなこと。マジっすか？それが本当に偶然。もう元々自分の知り合いだったホテルのオーナーさんがたまたま紹介していただいて、へ、まあセネガルで行けてるお店あるよってことで。で、別にスタイリストさんはセネガルってじゃないですよね。あ、もともとおじいちゃんがセネガル人、おじいちゃんおばあちゃんがセネガル人だったみたいで、たまたまこっちに帰ってきてるタイミングで紹介していただいて。すごい巡り合わせですね。そうですね。
え、で、その人が、その人が来てくれて、その人が来てくれて、うん、そのビヨンセのスタイリストの方が、そのカニエ・ウエストの奥さん、うん、あ、キム・カワダシの、はい、うん、のスタイリストも一緒にやってて、その人やばいっすね。とナオミ・キャンベルだったりとか、すごいな。で、そのつながりでカニエ・ウエストが自分の洋服を着てくれて、そこで自分のお店も、うん、勢いがついて、え、それは、じゃあ SNS とかでカニエが上げてくれたりとか、そうですね、あのビヨンセのスタイリストの方が SNS に上げてくれたり、へ、交渉さんがもともとやってる、はい、その大お店のタグをつけてみたいな、そうです、そんなすごかったんじゃないですか、反応すごかったです、ね、もう携帯が壊れたかと思ってそのフォローがすごいことになってて、半端ないっすね。フランス人に怒られた時の自分に教えてあげたやつ。それ、お店はどれぐらいやられてたんですか？お店が1年やって、うん、で、それで調子が良くて、うん、もう1店舗目、うん、2店舗出して、うんうんうん、2年ぐらいやって、うん、ちょっとで、そのタイミングでコロナになっちゃって、コロナが始まっちゃって、で、もともとお客さんがフランス人だったり韓国の方だったり、うん、なんていうんですかね、結構欧米の方、うん、アジアの方が多くて、はい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 、その人たちがもうみんな帰国しちゃったんで、なるほど、そのタイミングでお店もちょっと畳んで、うわーうわー、なあ、すごい、なんか数奇な、そうですね、それで日本に帰ってきて、はあ、はい、なるほど、そういう経緯で今宮崎にいらっしゃるんですね。はい、ははで、で、日本に帰ってきて、いや、さっきもおっしゃってたと思うんですけど、もともと自分で作ってはなかったわけじゃないですか。はい、帰ってきて洋服を作ろうってなったきっかけってのは何かあるんですか？アフリカでやってたっていうのもあるんですけど、うん、自分でもできるかなってちょっと思って、あ、まあ、ずっと見てたし、はい、あ、でちょっとチャレンジしてみて、うん、またそれもちょっと評判が良かったりして、うん、でスタイリストかだから別に服作ったりする勉強はしてないですね。そうですね、そうですね、はい、すごいですねなんかジェットコースターみたいな人生を送ってらっしゃるんですねで、じゃあ今は八百屋さんに所属して、はい、デザイナーを やられてると。そうです。なんかちょっとすごい、なんだろうな、ワクワクする話がたくさん来てて、すげえ楽しかったな。なんかこれからの目標とかってありますか？そうですね。もともと八百屋っていうブランド名をつけたのも、うん、世界でどんどんやっていきたいっていう思いがあったので、ちょっと日本っぽい名前にしたっていうのもあって、うんうん、やっぱどんどん日本中、だけにとどまらず、うんうん、やっぱ世界にもどんどん発信していきたいなと思います。うん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 、なるほどなるほど、はい、あ、じゃあこれからはターゲットは、まあ、日本もそうだけど、はい、世界、そうですね、に向けてやっていくと、はい、なるほど、すごい。でもなんか話聞いてると全然やれそうな気がしますね本当なんかだってもう変な話、世界を真横にしながら戦ってたわけじゃないですか。ね、カニエが来てるっていうあたりで、はい、すごいな。拠点はこれからも宮崎でやっていくって感じですか？そうですね。なるほどなるほど。いやーすごいな。八百屋には毎日いらっしゃるんですか？そうです。毎日洋服作ってます。うんうんうん。なるほどなるほど。ちょっとこれからも世界に羽ばたいたとしても、はい、ラファエツとは仲良くしてもらいます。思います。ありがとうございます。ちょっとじゃあこんな感じでインタビューは終わりにしようかなと思うんで。はいはい、今日のインタビューさせていただいたのは、八百屋のデザイナー兼スタイリスト、交渉さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。